はい、ティーシャルと愉快な仲間たちということでございまして、今回もですね、お悩み相談いただきました。これ読み上げさせていただきますね。1歳6ヶ月のシェルティーの女の子なんですが、それほど食い意地があるわけではないんですが、食べている時に皿の近くにこう手が行くとね、うなりと本気噛みをするようになりました。食べた後も気が済むまで皿を舐めない時に皿を取ると噛みます。あと草とかの拾い食いをした時にも取り上げようとすると本気が見するようになってしまいました。と、自分自身も手を近づけるのが怖くなりショックもあるんで、無理に興奮させないようにした方が良いのか悩んでいる時に、カエレちゃんの日常を見て相談させていただきましたということでね。カエレちゃんね、数日前から、ご飯の強化練習してますね。まあちょっとうなったりとかごそごそしたりし始めがちょっと目立ってきましたから、改善をさせるために、まあ私がこう付き合っておる状況でございます。さあ、で、興奮させないようにした方が悩んでいるということなんですけど、まあこれ最悪な状況かなと思います。主従関係が逆転してるんじゃないかな。どうですかね、皆さん。どうですか、ご飯あげるときに、例えばまあなんかやってくるからと思って恐怖してショックして自分の愛犬の顔色を伺いますかっていうところですね。まあ私なら当然やりません、はい、だってボスはこっちですから。あなた方は私より下の立場のものですからね、私の指示にちゃんと従いなさいよっていうふうに教えていくんですけど、これが多分できないと方はね、まあ、第三者の介入してもらった方がいいですね。プロ呼んでください、ね、愛知県内であれば私ね、今活動しておりますから、仕事で依頼をしていただいて出張訓練という形でお邪魔して対応させてもらうという形を取ります。なので、まあ、それで直していただくか、まあ、ご自分で直すかですね、まあ、自分で直す場合の時は怖くなりショックもあるし、自分の愛犬のまあ顔色を伺っているこの3つの状況の中で果たして本当にやれますかっていうのがまあ疑問なんですね。人間恐怖したりとかね、なんか負の要素があるとなかなか思うように動いたりとかできなくなってしまうので、直せるかなっていうところなんですね。で、楓ちゃんのやり方なんですけど、あれは、ま、私が技術知識がある中でやっておりますので、まあ、身を見真似で勝手にやってしまうと失敗する可能性がありますんで、よろしくお願いします。ね。で、やり方の、まあ、やってる、まあ、飼い主に対してやってるんですけど、これ、考え方としては、飼い主の、まあ、飼い主とか人間側の食べ物を分け与えてるんだよっていう認識でやってます。だから楓ちゃんですね、途中で私がこうストップかけて、手でね、手を入れてストップかけても噛まないし、うなったりしないし、暴れないし、攻撃的にならないという状況ですね。だって私はちゃんと指示を出せて、ちゃんと止めてるし、分け与えてるっていうのを分かってるからですね。なんでこんなことをやるかと言いますと、ワンちゃんっていうのは頼りたい動物なんですね。頼りたい動物、もう私はね、何か指示を出してくれないとね、もうどうにかなっちゃうのっていう生き物です、ね、だから飼い主さんはちゃんと指示を出してあげて、ルールを設けてそれをもう守らせる。自宅だからと自由奔放にするとワンちゃんはもうね、もう退屈で退屈でしょうがなくなっちゃいます、ね、生きがいがないんですねっていう状態になってしまいますから、ちゃんとルールを設けさせて教えてあげてください。それを教えてあげる、守らせる。そうすると生きがいが生まれます。もうその守ること、飼い主の言うことを一生懸命聞こうとします。その時の皆さんやってる時の飼い、ワンちゃんの顔と野放しの時の顔全然違うはずです。やってる時はもう胸張ってね、一生懸命飼い主の方に耳をこう傾けて、もう集中して聞いてますね。めちゃめちゃいい顔してやってます。それがもうワンちゃんに対してもう生きがいでいいお顔なんですね。だからそう、ワンちゃんっていうのもそういう性質を持った動物なので、ちゃんとルールを設けて守らせてね、やってあげてるかどうかですね。さあ、そこで長谷川さん、どうですか、これやってますか。自宅で自由奔放にやってませんか。
好きな時にこうぬいぐるみみたいにこう可愛がってるだけだとお花あのもうどんどん悪化していきますよ。ああって言って、今日はもうあーとかやった時に今日は気分が乗らんからもうあっち行ってあんちゃんあっち行きなさい。こんなんやって待つと、もうワンちゃんはどうしていいか分かんなくなっちゃって、もう自分で考えて自分で行動するようになります。本能的にやっていきますね。ね、それがまあこうまあ今回のこのメールですか。最初はうなりから多分始まったと思います。で、うなりが成功して飼い主がちょっとびっくりしてったりビビったりしてるから今度じゃあ噛みついてやる。で、噛みつきが成功したつ。じゃあ今度は外でなんか私が気になるものを食べてなんか飼い主が邪魔してきた。じゃあ噛みついてやれ。成功した。どん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 成功してどん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 エスカレートしてっておりますので、このご飯以外のことでも非常にねどんどんね、悪化現象が見られていくようになってしまいますのでね、まあしっかりルール等を守らせてあげるというのが非常に大事です。はい。っていう考え方でやってるんですけど、まあ実際まあ私が依頼をされて、してね、お邪魔しまして、じゃあ直しますよっていう風な時どうするかっていうと、まあ今の考えをもとにして日常生活どう対応してるかどう過ごしているのかっていうのをまあ見させてもらって原因を追求します。まあ要は原因がわからないとどう直していいかわかりませんのでね。原因がわかって初めて対応します。ね、飼い主さんのこういうところを直してくださいとか、ワンちゃんの時はこういうふうにしましょうとか、こういうのをちゃんと直接的に、直接具体的に教えますのでね、ふうにやってるんですけど、まあこの文面だけだと、まあ何が原因なのかさすがにまだわかりませんので、まあ私が今言ったのは、いろんな、お客さんからまあご依頼してね、うちのワンちゃん噛むんですけど直してもらえませんかとかね、こういろいろ来ましたんで、直接訪問して、まあ直したっていう、もう数ある、たくさんある中でのその、まあ原因似てると、原因がルールがないっていうのが大半でしたので、今回のこの長谷川さんのケースもどうですか、ルール設けてませんかと、設けてますかどうですか、そこですね、守らせてませんか、ね、そういったところでどんどん悪化していくんですね、ワンちゃんっていうのは。でそういったところが原因なのかなと思います。今回も同じパターンなのかなと思って今ちょっとこういうふうに話してますけどね、まあ、直接何が原因で何がダメなのかっていうのはこの文面では分かりませんので、長谷川さんに今一度ちょっと、思い返してみてください。どうでしょうかね。まあこれ、まあこういうね似たような境遇の方も同じですよ。いいですか。ちょっとなんかうちのワンちゃん少し攻撃的になってきたなと思った場合、ね、ちゃんとルール設けさせてますかっていうところですね。はい。まあ以上で、今回はございますね。まあ直接的なそのやり方っていうのはこういうケースはですね、失敗はできない。ケースなので安易にねこうしてくださいああしてくださいなんてのはちょっと言えません、ね。まあ、経験上そのルール関係がしっかりちゃんとできているかどうかっていうのをまず飼い主さん改めて見てください。そっから直していきます。当然直すとなるとワンちゃんはもうすでにこううなりと噛みつきすればいいって自信をもう持っちゃってますから当然やっていきますから、それをさらに超える力勇気一歩踏み出しが必要になってきますからね。ここ分かってないと簡単にこうやられてポキッと飼い主さん折れますから飼い主さんのお気持ちがパキーンって簡単にポロンと折れちゃいますからね。だからもう前々からしつけの関係のねもういろんな種類で言ってますけれども、ワンちゃんと向き合うためにはもう忍耐力がいりますよ。もうないともうやってけません折れて、もう終わりです。はい。ね。ということでございますので、今一度、まあ、こういう境遇、もしくは今回の長谷川さんに関してはね、一度、改めてご自分の今までやってきたことを考えてみてください。うるさい！し！黙って。黙れ。ね。こうやってちゃんと黙らせることも守らせてあげてください。ね、もう自由奔放にずっと吠えっぱなしにしない。ちゃんと静かにするっていうところは静かにするっていうのを教えてあげてください。では次回もぜひねご覧になってください。あれ
バイバーイ。